現状は、不調被害から1ヶ月半は経ったんですけれども、まだまだその自宅の清掃が済んでない方がかなりいらっしゃって、まだその浸水、床上浸水の濡れたところとか下のお出を片付けができてなくて、濡れたところにちょっとシート貼ってその上にいらっしゃるっていうような高齢の方もいらっしゃったりとかっていうのはまだ続いてたり、避難所にいらっしゃる方もまだたくさんいたりします。でそういう中で昨日も最低気温0度っていう風になってしまってきていて、本当にその寒さ対策っていうところでいろいろなところから暖房器具のご支援をいただいてるんですけれども、そういった支援品の配布上にそういうのが届くと、もう届いたそばから全部中古であろうが新品であろうがどんどん出ていってるっていうのがあって、その暖を取れるようなものグッズというか、そのストーブであったり毛布であったり、そういうのはまだまだ必要性が高いっていうのは聞いてます。あと私たちのその取り組みとしてはメインとしては子ども支援ということで、全国の皆様からご寄付いただいたお金で、まだまだその保育施設の復旧が完全ではないところで、なかなか保護者さんがその保育園であったり、まあ、代替施設遠方のところに送迎ができないっていう方々に近隣の保育施設を使っていただくっていうことの託児費の助成の支援であったり、まだまだその校庭とかが泥があってまだ体育ができないであるとか、近隣の公園もまだ水害ごみの仮置きっていうところで全然遊べないっていうようなお子さんたち、特に小学生のお子さんたちを月遠足っていうことで、まあ、ちょっとバスで迎えに行って近くの公園でのびのび遊んでもらって、まあ、午後になったらちょっと室内遊びで好きな、それぞれが好きな活動をするみたいなことの取り組みは続けてまして、今後もまだまだちょっと落ち着かない状況が続くので、そういった活動を私たちも続けていきたいので、今回のようにご支援いただけると非常に非常にありがたいところです。どうもありがとうございます。具体的にじゃあとなんか直接的に支援するとしたら、はい、まあ、寄付金以外だと物とかって今なのでストーブとか、あとそうですね、その支援品を配布しているところで毎日 Facebook で今日はこれが足りませんっていうリストをアップしているので、そこ見ていただくとそういった物の支援っていうのはまだまだあったりしますね。あとはまあこっち来ていただける方であれば、そういう列遠足とかで子どもたちと走り回って一緒に遊んでくれる大人とかはすごく募集しているところです。あと知り合いでランドセルを結構いっぱい、はいはい、なんか支援したいっていうところが、はい、なんかランドセルって必要性とか今ありますかね。あ、もう全くないところですね。もうむしろ余ってしまって、でも皆さんこうね、思いがあって取っておかれたものだと思うので、お返しするっていうような作業もやったりするぐらい、もう本当に十分行き渡ってるところですね。はい。